五秒前、四、三。こんにちは。時刻は午後一時十六分に今ちょうどなったところです。天禄天子森スタジオから昼間チェックと言いますか、えー、今朝放送されました MX テレビでの大阪万博をめぐる吉村大阪府知事と泉房作法。 前明石市長との、まあ、ちょっと議論というところにまではならなかった残念な番組ではありましたけれどもそれを一通り見終わりましてそしてまた別のお話ではありますけれども橋本徹さんと泉房穂前市長が、えー、x ツイッターですねこちらで。 バトルではないというふうにご本人はおっしゃったとしてもまあまあいや、バトルなんですけれどこれも議論にまでならないまあ泉さんの方は <laughs> まあ前も言いましたけど私は泉派ですので泉さんの方は冷静にやろうとしてるんですが橋本さんの方がこうが感情論的に突っかかっていったりとか。 うん、あるいはまあゆきさん的なというか揚、えー、げ足を取ろうとしているようなそんな感じですかねその維新の橋本まあそして松井一郎さんもそこには参戦しておりますけれどもと泉さんがこうぶつかっているかのように見える、えー、そんなお話について、えー、今日は取り上げようと思いました。と言いますのも 大阪万博はすでにまあ工事も始まっておりますさまざまな準備が進んでいてで費用は当初の予算の倍近く、まあ、会場建設費だけで見るとそうですけれど、えー、警備費 予算化されていなかったものなんかを含めますと、ととにに倍以上のお金がかかるいいうことになっていま,すまあそもそもがそういう博覧会とかオリンピックとかっていうようなものは、えー、見積もりを低く抑えてとりあえずゴーサインだけで出させておけばあとはうちで残す土で予算はついてくるんだっていうそういう日本なんだろうとは思いますけれど、えー、ちょっとこの今。 あ国民の生活がアップアップしているところでそれでいいんですかということを、えー、泉さんは言っています。350億と言われている大きなリングの問題についてもそこまでコストをかける必要があるんですかということを問いかけているんですけれどもなかなかそれに対する明確な答えが返ってこないという状況なんですね。はい で、まず MX テレビに行く前に、えー、ここまでのですね、えー、数日間におけるうツイッター上での橋本さんと泉さんとのやり取り、えー、スポニチアネックスが橋本徹氏、大阪万博巡り泉房星と X バトルヒートアップこちらは質問に答えた今度はそちらの番という、えー、記事が出ておりましてまあまあ こういう取り合い方は私のこの長官チェックも含めて、えー、煽って再生数を稼ごうとしてるんじゃないかと言われたら、まあ、まさしくそういう側面はあるかとは思いますその批判は甘んじて受けますけれど私が思っているのは、えー、本当に時間切れになっていって結局決めた側増額 OK と言っている側 のいう通りに進んでいく時間切れにどんどんなっていっている一方で進めなければならない準備が進んでいないけれどそれも時間切れになっていっているタイプ A と言いながら施工業者も決まっていない計画もまだ出せていないというような国があって常識的に建設建築の常識で考えるともう えー、期限は過ぎているんだけれどそれでも進んでいく、まあ、タイプ X で落ち着くのか、まあ、果たしてそれで本当にいいのか、えー、タイプ A で進むとなるとお,、まあ、お金の問題もそうですし工期の問題とかで、えー、無茶をさせないとできないというそういう状況に追い込まれませんかと。なので、えー、もう1日1日時時間1時間 一秒を争って見直すならば見直すというそれもある意味、遠い期限を過ぎているかとは思うんですけれど夏休みの宿題を8月31日までにやって9月1日に出さなければいけないところをもう11月の16日ですよといつまで夏休みの宿題についてやってるんですかっていうような感じなんですけどまだ要はちゃんとその宿題が整理できていない。 でこのままでいいんだと突き進んでいるように見える中で、まあ、泉さんが別に、まあ、どっかの政党の代表として維新を追い落とそうとしているわけでもありませんし、ある意味、多くの人が声を上げてはいるんですけれど、まあ、ツイッター上ということで言うと、泉さんがまあ先頭に立ってというか、うん、反対の声を上げている、まあ、もっと泉さん以上に、 持ち主にすべきだという声もまあもちろんたくさんあるんですけどまあそのあたりを罵声をお互いに浴びせるようなことをしてても仕方がないと僕は思っていますので司法収集生として同期であります泉房穂さんと橋本徹さんですからあ全く。 面識、えー、がありませんとお会いしましたかと名識交換してますけどみたいな <laughs> そ,うそ,うそういう松一郎さんとは違いましてちゃんと面識のある2人でありますが、えー、橋本さんこちらは質問に答えた今度はそちらの番明石でも多額の税金を使って国際交流イベントや文化芸術イベント経済イベントをやっているその成果は何なのか無駄ではないのか。 明石のイベントは無駄ではないというのなら万博との違いは何なんだと万博が他の自治体を既に動かしているという認識はないのかと再質問で逃げずに真正面から答えるべきだっていうふうにまあまあえ言ってましてまあまあそこまでずっとまあ,あ何日もやり取りをしているんですけど。 まあ橋本さんがまあ自分がまあ言い出しっぺであるとで、もっとちゃんと意義をみんなに説明してから政治家を辞めるべきだったけども、も辞めちゃったんで、えー、こんなことになってしまいました、どうもすいませんとか、えー、いろんなことを言っていますで、350億と言われているそのリングについて、えー、国民にとっては必要がない、でも万博にとっては必要だっていう <laughs>、うん、難しいですね。 えー、募ってはいますが募集はしていませんっていう名言迷う言言葉がありましたが <laughs> どう考えても募っていたら募集でしょうし募集ならば募るんでしょうけれど、えー、そういうおかしな日本語が政治家は使いますんで国民にとって必要ないが大阪万博にとっては必要である。 三、まあ、歩,歩譲って意味は分かりますけれど、意味は分かりますけれど、えー、大阪万博がじゃあ、すべて至上主義ということですね、ということですね、えー、国民のために不要な,なんだけど、国民のためにはいらないんだが、大阪万博のためにはいるんだと、どっち,どっちが大事なんですかと、橋本さん。 ええええという話ですよね、そこ、当然、ツッコミが入るところだと思わずに喋っているとしたら、何なんだと思うんですけれど。で、えっ、ー、と、泉さんはですね、昨日の段階で350円億円350じゃない、350億円かけるあの木製のリングの必要性は何なんですかと。 で国民負担が2倍になっていますよねと会場、えー、建設費だけで言うと2倍まではいってませんが、えー、警備費の200億円が入っていなかったりなんだかんだで2倍は超えています中止や縮小開催の政治決断の是非について橋本さんに質問しました、まあ、自分が決定権者ではないけれど維新の創設者として先輩としてそういうことを提言してやったらどうですかというふうに 泉さんが言いましたでそれに対して橋本さんが答えたわけですねさっき言ったように「350億円リングの必要性については350億円のリングは国民にとって必要かと答えれば必ずしも必要なものではない」「ただし今回の万博にとっては必要」「うん いやまあまあごめんなさいここは笑うところではないんですけれどもうつい言葉遊びとしたら笑ってしまいますよね国民負担が2倍になったことは国民負担が2倍になるという不正確な表現はやめたほうがいい万博増税はないのだと単に予算のやりくりであると国民がいろんなことを負担している中の一つであってさらに国民全体が一律平均で負担するわけではないんだ というう理屈でですすも,もちろんそうです国全体として負担する金額と大阪府民が負担する分と大阪市民は国民であり府民であり市民なので一人当たり確か1万9,000円ぐらいになるんですか一家4人だと、えー、7万6,000円ですかになるということですよね。 でもそれは別に増税して賄うものではないからって言ってるんですけどあのそれはまあ防衛費であろうが他のことであろうが社会保障費は税金ではないというようなさまつな議論は置いといて、えー、その国が何かで稼いだことでやってるわけではないし大阪市や大阪府が何か商売をやってそれを使うわけでもないので。 税金から持っていった税金として持っていった分なのですからえ国民のそれを国民の負担と言わずして橋本さん何と言うんでしょうかこれを機弁と呼ばずして何と言うのでしょうかあなたの頭の良さはそういう人をだますこと詐欺をすることに使うんでしょうかあなたのその弁舌の爽やかさ早口は人々をだますために使って ってているんででありままししょううかと思ってしまうこの表現ですね万博増税はない,いやそんなことを言ってるんじゃないです単に予算のやりくりであって国民がいろんなことを負担している中の一つであるとだから国民はウイア・タックスペイヤーとしてこれはおかしいんじゃないかあれはおかしいんじゃないかという権利があります万博だけではありません他のこともそうです3つ目 中止や縮小開催の政治決断の是非については政治決断は決定権者がやるべきものだが僕は万博を成功させて少子高齢化時代を乗り切るためのソリューションを世界に提供し大きな経済効果を日本全体に及ぼすことに力を注ぐべきだと思う決定権者がやるべきものだし決定権者にしかできないのですけれど決定権者に対しておいちょっと 吉村、お前最近疲れているよな。ちょっと一杯飲みに行くか。こうやって酒継ぎながら、安部さんと菅さんに酒継ぎながら、万博やりましょうって言って、松井さんがお釈いっぱいして、それでやってもらったんだけど、まあ、今日、お前に釈してやるのは逆のことを言おうと思ってるんだ。やめたらどうだ いや俺が決めるわけじゃないし結局お前がお前らが決めるんだけども俺はやっぱり自分で言い出しっぺだったけどこれはまずいと思うからやめた方がいいと思うよまあまあいっぱいいやーなんか酒の,先酒の力を借りて万博はやることになったし酒の力を借りて万博が終わるんだなはははまあみたいな 決定権者ではなくてもアドバイスはできるんじゃないですかという話ですよね。えー、すみません、ちょっと今あの、ありがとう、ファミリー劇場が、一人ファミリー劇場が入ってしまいましたが。ただし、予算の精査は必要。だから、その予算の精査を本当にしてるんですかということですね。いろいろ言うんですけど、吉村さんも今回500億上がって、 ででも150億は下げるんですって言いましたそれは予備費のことを言ってるんですかね何のことを言ってるのかが僕にはちょっと意味わからなかったんですが、えー、木製のリングも仕様の変更をしたとその仕様の変更をしたことで10円安なったのか100万円安なったのか5億安なったのかがさっぱり出てきてないんで何をどう変えたからいくらなったのかっていう情報が我々にはさっぱり 降りてきてきないんですけどもまた6ヶ月で撤去することを前提としている運営方針をさらに詰める必要もある、まあ、あの「太陽の塔」がボロカス言われてたいやボロカス言われてたのはねあれはね、まあ、一つは岡本太郎さんの芸術性が世間からぶっ飛んでたっていうある意味芸術家としての評価の部分ですよね。僕の子供の時の子時記憶で言うと 多分橋本さんも吉村さんもそこまでのことを覚えてない世代だと思うんですけど僕はまあ小学校2年生から3年生にかけての開催でしたが「太陽の塔」という、まあ後からわかるんですけどあの顔はあたくさん岡本太郎さんは作ってて。 僕の取引先の旭川のお医者さんの家の庭にも転がってましたから <laughs> こんなに業者あんねやと思って太陽の塔はあそこにだけあるんやと思ったらあの顔はもう何十個か何百個か作ってはったんやと思ってちょっとショッキングでしたけどその岡本太郎さんの芸術性がゆえに 結果まあそれはまあ黒澤明であったりとかいろんな人、まあ、ピカソでも何でもいいんですけど、えー、ショパンでも何でもね生きてる間というかその時の評価と後から評価されることが違うって、まあ、それはまあそれはある話ですからでまた、あまあ、運うも「あのなんな何や」と言って潰せって言われてたのが残ってるんだからって言うんですけど。 えー、6ヶ月で撤去することを前提としている運営方針をさらに詰める必要もあるっていうのはそれらあのオプションとしてそれがあるのは分かりますけどそれって後からこうなるかもしれないっていうことを最初から言ってもいなくて最初から言ってもいなかったことを途中から逃げ工場として言い出すっていうのはこれは卑怯者のやることですよね。 42.195キロで走るんだって言ってて、走ってる途中で、いや、60キロです。いや、120キロまで行くんで、もっとお金くださいとかっていうのは、それも、そうするかどうかはまだ決まってないんです。まだ今、始まってないので、始まってから考えて、みんなの気持ちが盛り上がれば、盛り上がった人、もボランティア参加でも、知事に言われたら、 市長に言われたらああのは優勝パレードを応援しに行きますっていう維新万歳の人の声だけマイクを向けたら素晴らしい、素晴らしい木造建築です。これはぜひ残すべきだと思いますと言わされてるんじゃなくて本当に心からそう思うんです。登ってみたら素晴らしいですっていう、あのー、ラーマ奥様インタビューじゃないんですからえー、えー ね、夢グループじゃないんですから社長もっと安くいやそういや,いや安くって言ってくださいよ夢グループのあのお姉さん社長もっと安くお願いって言って、ええ、では350件と言っていましたが DVD をつけて1万円さらにそれを2台で1万円もう本当に夢グループにやっていただきたいですね えー、しかし、うん、そうはならない。まあ、要は、こんなことで、えー、橋本さんが反論をしておりました。いや、論点をずらさずに真正面から答えてくださいと。えー、泉さんは350億円もするリングは不必要であると。ただま、ま工事始まってしまってますし。えー まあ全部、全部作りすぎあるんですかということ、まあ、それによって工事ストップすると、コストも下がりますよねということですよね、例えば。で、国民負担が2倍になるっていうのは納得できないと、今、国民の生活がどうなってますかと、増税がないとかっていう話じゃなくって、その税金の使い方、税金取っとるわけですから、その取っていかれた税金をどう生きていくために、暮らしのために使うのかっていうのを考えるのが政治家の仕事でしょうと。 まあこれ僕の解釈ですけどね、今からでも中止や縮小開催の決断は可能であると、まあ、その国際博覧会協会への、えー、違約金の支払いとか、ほ、まあ、他にも当然いろいろ出てくるとは思うんですけど、えー、2850億円と言われているその会場建設費だけじゃなく、警備費やら、警備費の200億円については、やらなかったらいらんわけですから、それだけで200億浮くわけですよね。 ままあ、まあ維新としたらその後のバクチバ IR を作るためにそのための整備をするために大阪万博をという夢を降ろせないんだというのはもわさ分かってますけどね分かってますけど別に僕はバクチバは逆に言うといらんもんだと思っていますし、うん、そういう意味で泉さんの言っていることが全て最もだと。 思うわけけなんですけどね、うんえー、橋本さん、万博を無駄だと感じている人の感覚は否定しない。ありがとうございます。お気きにりありがとうございます。否定しない。<laughs> えー、だって68.6%の人が不要やって言ってますんで <laughs>、えー、敵に回しますからね。うん、否定はしない。 ここは感覚の違い、<laughs> まあそうですね、まあその感覚は違うでしょう。お酒の好きな人と嫌いな人と飲めない人、お酒の好きな人と嫌いな人、鶏食べられへん人、焼き鳥大好きな人、いろいろあるでしょう。予算額について精査は必要だが精査しているようには思えないんですが、精査精査精査と言っております。経済効果や少子化、少子高齢化時代を乗り越えるためのソリューションを集める意義を考えれば無理に縮小する必要はないのであると。 ここは行政をやっていたのならと、喧嘩を売ってますね。えー、お前は赤市市やったんやろうと。感情的な批判ではなく、フェアな批判をしてもらいたい。赤市でも文化芸術事業や国際交流事業のイベントはたくさんやっている。赤市の予算、まあ、ほんの1000億ぐらいじゃないかと、まあまあ、そうは書いてませんが、の予算規模からすると、 こうし赤石がやっているイベントの予算は人件費を含めたら相当高くじゃないかと。市の予算説明シートを見ても経済効果については全く計算してないし、成果もアウトプット指標や定性的なものばかりじゃないかと。自分たちのやるイベントはおい明石と。うん。赤石の前市長の泉と。自分らがやるイベントは無駄ではなく他人がやるイベントは無駄だというのは典型的にはダブルスタンダードだと。 <laughs> はいあの喧嘩の売り方としては分かりますけどね喧嘩の売り方としては分かりますけどどの口がダブルスタンダードだって言ってるんですかどの口がダブルスタンダードだと言っているんですかどの口が言っているんですか大阪万博のイベント制自体を否定するならまず明石市のイベントを全て中止にしてから また予算額が問題だというのなら何を基準にするのかの指摘をするのが行政経験者としての役割であるというふうに言っております喧嘩を売っておりますいやだから別に泉さん大阪万博のその意義というものをまあ積極的に認めないにしても別に否定はしてはりませんそれは否定していませんコストの問題だと言ってます だから、証しのイベントを中心にする必要はありません。そ,うだそれで言うと、イベントっていうものを全部、全部否定することになりますからね。ええ、講演会、ええ、まあ、ある意味、法事や葬式もイベントなのかもしれませんが、あの、イベントの、そのものを別に否定はしてはありません。 予算額が問題と、だというのなら何を基準にするのか指摘をするのが行政経験者としての役割。これ指摘してあると思いますけど、もともと1250億って言ってたのを前回、まあ、それも理由が熱中症対策っていうのがよくわかんないんですけど、熱中症対策などを理由にして1850万1850億円に 600億円上げました。その時にもうこれが最後ですと吉村大阪府知事万博協会副会長は言っていたわけですそれを基準にしてるんです <laughs> 泉さんは、まあ、もちろんいやその後いろんなものが上がってんのは分かってますよ、はい、資材も上がってる人件費も上がってます、ね、燃料代も上がってますが何を基準にすんのかって言ったら まあ初回の1250億が甘い見通しであったんでしょうけどそれを <laughs> 熱中症対策を理由に600億円上げてこれが最後の増額ですと言ったその1850億円でやれるように考えたらどうですか今回500億上がってるんで350億のものをやめるだけでは追いつかないんですけれどそれでもそれでも500億上げないうちの 一つやめたら350億、まあ、単純計算ではないけれども減るわけですからそれを言ってはるだけなんで全然橋本さんが何癖つけていることは前提もおかしいし、えー、答えははっきり言う部外者の私でもわかることなんですけれど。 赤市の予算規模であそこまでのイベントをするなら国家予算や大阪府市の予算規模からして大阪万博予算ぐらいのお金はかけることができるんだとまた兆円単位の経済効果を導く事業をやるのも大阪府市という大都市行政の役割であって赤市の基礎自治体とは役割が違うということを認識していただきたいもちろん6ヶ月後に全て撤収するという ことを前提とした海上運設制方針になっていないという指摘はその通りだと思う。大阪万博の関係者が今後最も意識しなければならないところ、またリングについて、えー、リンクって書いてます、まあ、リングですね、について国民にとって必要というのは強弁万博を不要と考えている国民はたくさんいる。そうです、<laughs> はい、あの半分以上です。ここに ここは国民の生活に必要不可欠なものではないが関係者で協議した結果万博のモニュメントとして必要だと考えた無駄だという声があることもしっかり認識するという説明にすべきだった、うん、まあまあど,どんどんまだ、まあ、そんな言うとらに続いていくのかもしれませんしさっき言いましたようにあの時間切れに今もうなってい きつつあるのでこんな話でうだうだ言ってると、えー、維新の思うまま増額で、えー、そのまま突き進むということになってしまうんですけれどでもまあそうなればなるほど、えー、ジャニーズの問題宝塚の問題が彼らの力を持つ側が抑え込もうとして漏れたらなんとか漏れたな,なりに、えー、自己保身に図ろうとしているところがいずれ えー、受け手の側お客さんの側社会の側が沸点に達してしまうようにこの問題についても、えー、あらぬ形で沸点に達してしまうのではないかということを、まあ、私は恐れています、えーえー、そんなその包丁を持って銃持ってどっかへ行ってとかっていうようなことをもちろん望んでるわけではありませんし、えー、ただその国民市民の怒りというものが あらぬ形で出てしまわないかということを常々懸念しているわけであります。そんなことがあってはならないですから。で時刻は1時43分です。えっ、ー、ともう一つ今日のその MX テレビ 東京のローカルテレビでありますのでこちらでは見ることができないのかなと思ったらあネットで配信をしておりましたアプリを導入いたしました、えー、モーニングフラッグモニフラという番組でありまして今日は堀潤さん元 NHK のアナウンサーでフリーで活躍をされている堀さんが進行役でありました全身に向けた実践アイデアを ととことん議論するみたいな言い方だったんで、まあ、そもそもが <laughs> そもそもが大阪万博を取り上げると言って、えー、泉さんを呼んでるんですけど前進に向けた実践アイデアをみんなで話し合う議論激論するっていうことなんで。 止めようという気が、まあ、そもそも番組の番組の成り立ちとしてテイストとしてなかったのかなと思ってじゃあ何のために何のために泉さんを呼んでるのかまあ吉村さんを呼んでプロパガンダをさせるのならそうなんでしょうけど、まあ、若いスタッフが作っていましてあの20代のディレクターが企画をし吉村さんを 読んだそうでありますそれはどうぞや,やったらいいと思いますしただまあまあ見た印象でいうと30分ほどの番組が終わって僕が、えー、まだ若手の頃20代30代の頃にやってた番組スタッフとの関係性でいうとあんな番組をやったらその後45時間中華料理や金龍町で 味のしない醤油焼き飯を食べながら説教されてただろうなとその後飲みに行って中華料理屋さんでもこってり絞られただろうなという感じの番組ではありました MBS サタデーコネクション乗ってる土曜日小森ですとやってた時は毎週そんな感じで <laughs> 詰められておりましたが 全身に向けた実践アアイデアをみんなで議論する番組でなんと今日は吉村知事に来てもらいまして「びっくりしました NG は一切ない」って言うので笑いが出てました出演者だけじゃなくって僕あのスタッフがあの映ってないところでマイクのついてない人たちが笑うっていうのは 基本、まあ、これはもうテイストの好みの問題ですが僕嫌いなんですけどね、えー、そこはやっぱり演者が演者同士でやり取りをしてそこで笑わすなり怒らすなり泣かせるなりっていうのを板の上に至ってスポットライトを浴びている人間がやるべきことであって裏側から笑うたりとかあいうのは違うと思ってるんですけどもまあ今日は NG 一切ないっていうとこで。 スタジオ大爆笑でありました、うん、泉さんも苦笑してました泉さんまだねやっぱりねテレビにね慣れてないところがあってここはうなずいたりしたらそのうなずきが別の意味を持ちますよとかここで苦笑いしてたらその苦笑いが別の意味を持ちますよとかっていうこの辺はまた、まあ、機会があればあの勝手に勝手に、えー、泉派の 元アナウンサーパーソナリティとして教えて差し上げたいなと思うんですが、まあ、その辺りで苦笑いをしてましたもっともっとあそこはもうあの、えー、キリッとした顔でいてもらった方が番組の進行上は良かったんではないかなと思いますモーニングフラッシュを振り返ります、えー、まずその万博の意義ということについて、まあ、これが今 あのテーマになってるんですねそのコストのことコストのことをずっと言われる中でコストの問題じゃないんだと万博の意義なんだということを今言っておりますで維新の藤田幹事長が何にも答えられなかったとひろゆきさんに詰められて本当にもう,もう幼稚園児保育園児でももうちょっとまともに答えられるかなという、えー、パッパラパーの,あの答えられない 笑顔苦笑いでありましたけれどもさすがに吉村さんそんなことはありませんでまあその意義なんですが「ええー、まだ始まってないんで」っていうんですよねあの企画書でもプレゼンの資料でも始まってないものをこれからやるってまだ決まってないものをこういう意義がありますっていうことを立てないと 稲森和夫さんは経営の原点12箇条で事業の目的意義を明確にするっていうことを第1条に書いております我々はそれを教え込まれております大阪万博の事業の目的と意義は何ですかその意義ですがまだ始まってないんでっていうのがもうそも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 ,もうあのひょっとして今工事してるやつ基礎工事なしに 見えるとこだけ作ろうとして上だけ作ってませんかと思うぐらいのびっくらポンでありますいやまあ新しい社会を作っていくんだとだから必要なんだと、うん、まあまあわかりますわかりますそれはもうわかりますけどねわかりますけどえ 堀さんが言ってましたねこれだけ世界が分断されている社会の中でうんあこれえ堀さん違うか吉村さんどっちだったかなうんまあ堀さんがものすごく結局吉村さんに優しいさっきの NG が一切ないんですよねすごいですねって笑いを取ってたようにあのー、非常に 僕は堀潤という人のスタンスはもっと違うと思うんですが、やっぱり、まあ、テレビの司会者、進行者となったときに気を使う相手は、えー、泉房穂ではなく、吉村知事だという、うまあ、分かりますけどね、アナウンサーたちが、えー、コロナの時もそうでした、吉村さんが出てきて、ただで、視聴率の取れる人間が出てきたときに、 ヨンちゃんテレビや何やらかんやらっていうところに出てきた時の司会者がヘラヘラと「お忙しい中今日は吉村知事に来ていただきました」って拍手して「今日はお忙しいところありがとうございました」って言ってるあれに要は自分の頭で考えずに吉村さんに来てもらえたでというしつらえをただただ進行するすっぺらい司会者のやることだと僕は思ってるんですけど堀さんも本来のスタンスはそうじゃないと思うんですけどなんかヘラヘラと。 気使ってました、ね、で各国の伝統や文化とはそれ違うのにそれを6ヶ月間やるんだとでそれによって理解が深まって新しいものが生まれるんだとスマホの世代と言われてるけれど実際に来て五感食感視覚みんな、ね、味覚、うん、五感を総動員して感じてもらうことに意義があるんだと。 とといいうことをままず言いましたで、泉さん、最初の,あの発言を許可されまして、うん、泉さん、ちゃんとあのそこをね、手ぇげたりあの、間に変に入ってこないですから、あの市長やった時にそうしてあったかどうかは知りませんけれど、あのそこはちゃんとち違いますから、田原総一郎さんとはそこは違うとこなんですけど、ね、いや、立派ですねと。 まあこれもね、作戦としては分かるんですけど作戦としては分かるんですよ。立派でするとボコボコにされるかもしれへんのに、NG 質問なしで、この人出てくるっていうのは立派だと思いますよ。政治家として、その姿勢はとても大事ですよ。言って、お手柔らかにって言ったんですね。これ、これ、いらん言葉でしたね。これ、あの、収録ものやったら、僕がディレクターやったらカットしますね。お手柔らかにはいりません。はい。あの、 吉村さんがお手柔ららかにっって言ったらそこは使いますしかしツッコむ側がの泉さんがここをお手柔らかにっていうのはついつい大阪の人はもう僕もそうですがいらんこと言いますからいらんことを言って場を和ませるような感じにして、まあ、それをしまったと思える人としまったと思わない人がいてひょっとしたら泉さんはしまったと思ってなかったかもしれませんがあの 厳しいディレクター、プロデューサーとしての私は、泉君、あのお手柔らかにはいりませんよと言ったところですね。僕がディレクターなら、プロデューサーなら、そこは編集で切っとけと言ったところですね。うん、で、その、いや、意義は分かりますと。うん。ね。意義は分かるんですが、そこまでお金を かかけるる必要があるんですか、まあ、これはもうずっと今日の30分ほど泉さんが言ってたのはずっとそこです意義はわかると、まあ、レガシーもモニュメントもわかるけれどそこまでお金をかけなあかんのですかっていうことを言いました最初のくだりで司会者350億円の大きな輪っかっていうところの説明に 入りますフリップを使いまして、えー、高さ12メートルですか、から20メートル、そして1周が2キロ、終了後に解体の予定であると、リユースすると。うん、で、これはもう、その参加国が1つになるということの象徴であると。 万博の理念そのものなんだというふうに吉村さんは言っています、えー。経団連の徳倉会長、万博協会の会長でもあります、世界が連携するという意味があるので、この350億の大きな大きな輪っか、リングはぜひやりたいと。そしてまあ地味大臣は えー、日よけ熱中症対策ですって、ちょっとあの全然次元の違うところを言ってしまったんで、えー、叩かれてますがあ、大きな役割があるんですと、日よけ熱中症対策として。あの熱中症対策で1250億円から1850億円に600億円上げたとお聞きしてるんですけど、まあ、最近、大臣になりはった地味さんには、そのあたりのいきさつは。 ちゃんと事務方が説明してないのかもしれませんけれどもね。うん、で、まあ、ここから、まあ、結局、今日、万博そのものというよりも、リングの話になっちゃって、まあ、ああの分かりやすいですしね、えー、そこへ行くのは分かるし、まあ、CM も含めて30分ほどの時間で、後で出てきます、イラン出展企業の CM みたいなね、えー、あの、ミラクルっていう。 あのシ,ャワーシャワーヘッドであのマジックで描いててもあの水だけでそれが取れるっていうねこの間あのモデルさんとお会いしましてね <laughs> 紹介されまして「あなたこの人は会ったことありますよどこで会ったんですか?」って「ええ僕こんな若い女の人と付き合いお付き合いしてたかないやどこでお会いしましたっけ?いや」絶対もうみんなに みんなに言ってるんですってるはずですよ、はい。あのシャワーヘッドのやつであの顔にマジック書いてたらその,そのマジックがこう消えていくっていうあのモデルさんだったんですね。ええー。ああお会いしてましたあそ,うですか、えーまあそこがあの昔の三洋館の人間洗濯機と同じような。 の,の最新版のやつを出すらしいんですが、まあ、その,の,の VTR の時間が無駄だったとは僕は思いましたけど話戻します。泉さんはいやモニュメントただ万博のいい意味も分かりますとでモニュメントとしての意味があるその意味も分かりますただ350億円かける必要があるんですかということを聞きました。で こここからまあこれはまあ堀淳君へのアドバイスですけれどここでやっぱり。 あのしどろもどろになりながら一生懸命説明しようとしている、まあ、一生懸命さはまあ分かるんですけどそれが吉村かわいいっていう人にとっては頑張れっていうことになるんでしょうけれど、えー、冷静なコモさんから見ますと何をこんな大事なところがしどろもどろになってんねんっていう事業の目的意義が明確になってないなということがはっきりするわけなんですけれど、えー、その350億円かける必要はあるんか っていうことに対して論点をずらしてだらだらとしゃべります。これによって時間が無駄に使われました。350億円かける必要があるんですかイエスかノーか。はい、あります。350億円。え、削るっていうことを考えたんですかいえ、考えていませんえ。なぜ考えないんですかいや、考えましたあ。考えました。考えましたら何をどう削ったら何億になったんですか えこれこれこういうことをしてえ高さを下げたら100億円減りますでも高さを減らすことはしませんでした2キロを1キロにします間は抜けで今発注してる分だけでやりますそしたら50億で済みましたじゃあなぜしないんですかとまあもうこうやってトントンと話やり取りになるんですが。 泉さんがモニュメントとしてさあの輪っかがあるのは分かるけれどそれを作りたいというのは分かりますが350億もかける必要があるんですかという質問に対して吉村知事は花から論点をずらしましたいずれ僕は政治家として悩む時が来ると思うんですいやあのいずれの話を聞いてるんじゃないんですいずれの話を聞いてるんじゃなくて1年半後に開かれる 万博の値段が上がっててそれをどう下げていくかっていうことを考えるのか考えないかっていう話で350億円もかけて、まあ、工事は始まってはいますがあの木製の大きなリングを作る必要があるんですかということを言ってるのであっていずれ政治家として悩む時が来る話をしてるんじゃなくて今悩んで決めてくださいという話をしてるんですがそこでそもそも土俵を変えました。 まあ無駄だという声があるのは分かってますがと、分かってない、分かってたらちゃんと真摯に向き合うはず、橋本徹もあなたも、無駄だという声があるのは理解するがって言ってるけども、全然それは,はい右から入って、左へ抜けていってるか、右に入らないように耳栓してるかなんですけど、開催したら、まだ今開催前に今こう350億やる必要あるかって聞いてるんですけど、 開催したら2800万人が来るんですまあこれももうその想定がありきの数字になってますね。こんだけまあみんなまあそれはお前らがディスってるからやっていうのかもしれませんけどこんだけ不人気で言ったってしゃあないでと思われるような内容の報道がなされていてまあまあ無理やりにでも小学生に券配って関西電力なんかもいっぱい買わされたやつを。 みんなに配って、はい、えっ、ー、と、電気代が1万円超えたらあげますよとか、まあ、ただけん配るんでしょうね。うん。で、それでなんとか2800万人とするんでしょうけど、まあまあ2800万人来たとして、として、でも、それは分からないです、わからないです。1500万人しか来えへんかもしれんし、6000万人来るかもしれん、それは分からん話なんですけど、 想定として2800万人来てその人たちがリングを見て触れてそして上も登れますから登ってそうすると万博が終わる頃にいやこれ解体するって言ってるけどレガシーあのいや車じゃの車の名前じゃないですかねレガシーはいええ伝説として 伝説の建物として残してほしいという人が多くなるんじゃないかなと僕は思っているその時政治家としてどう判断するのかが難しいと思ってるんですあのちょっと今あの時間巻き戻してもらっていいですか はい、時を戻そう、あ最近あんまり見ないですけど僕、あの漫才好きですね、時を戻そう、時を戻してください。泉さんが聞いているのは、モニュメントとしてあなたたちの意義が、自分はどう思うかは別としてあなたたちがそう,そう思うのは分かりますが、350億円もかける必要があるんですか、国民の生活、急き言っているときに、えー、他にも使い道がが、ね、あるお金をもう絞り上げてるんだから、それをそんなところに使っていいと思ってるんですか って言ったらいずれ僕は政治家ととして悩む時が来ると思うんですよ、まあ、無駄だだという声もありますけど、実際、えー、万博が開催されたら、半年間で2800万人もの人が来て、このリングを見て、見上げて、そこから見下ろして、触って、登って、これはいいと、これはレガシーとして残すべきだという声が、きっと上がってくるんじゃないかな、それが多くなるんじゃないかなと。 僕は思っちゃってるんです。そう思ったときにえ、それを聞いて解体してリユースするっていう当初の予定のままでいいのかなってきっと僕ちゃん悩んじゃうだろうなって思うんですって、これあの、文字起こししていただければ分かると思うんですけど、質問と答えに全くなってないんですね。つまりと。つまりって何,何,何に対するつまりなのか、僕、今メモに「つまり」って書いてます。 350億を何に使うのかっていうと、材木代、結局ね、最初に材木代って言って他にも出てくるのかなと思ったら、材木代だけなんですよ。アイデア代とか設計費とか、まあ、通常、通常設計代として1割はまあ渡しますから、350億っていうことは35億設計代が、まあ、通常ね、ざっくりですが、出ますけれど、材木代で、 その一部,一,部です一部ですけど、福島県産のものが入ってまして、これはもう復興という意味がありまして、いやまあまあそのプラスになることを全部並べようとしてあるのは分かるんですけど、日本の木材建築技術っいうのはすごいんですよ。えーまあ、これよく出てきますけどね、清水寺、釘一本も使ってないんです。でも耐震性はすごくてここののの日本のこの 一本も使わないそれでも耐震性のある大きな建物が作れるというこのなんちゃら工法っていうやつがすごいからこれがすごいんですよ高さ2 0ルで幅3 0ルで,で夢島っていうのはそもそも津波が来た時のことを考えて1 0ートルの高台にあってその上に高さ2 0ルこれ津波に強いんですよそこから見る景色360度すごいんですよ。 えー、市内も見えますし六甲の山並みもありますしいやその350億っていうのが必要ですかという質問に対して将来将来きっとみんなが残してくれって言うんじゃないかなと僕ちゃん今思ってちゃうんだっていう話と で、350億が何に使われてるんですかって言ったら結局材木代しか言ってなくて、材木代しか言ってないですよ。材木代だけで350億かかるはずないですよね。どう考えたって。一流米なんぼのやつ使ってるのか知りませんが。で、まあ細かいことで言うと、まあ、釘は使ってないんですが、それは材木に打ち込むという釘は使ってないんですが、えー、金属は使ってます。全くの木だけ、木や えー、その植物で作ったロープとかだけで作ってるもんじゃなくてちゃんと金属の,あの型のところを抜いたりとかし,しているんで釘,釘い,わゆるいわゆる釘というのは使ってないにしても金属も使ってます全木製ではないですでも後で出るんですがその木材建築の技術がすごいっていうのは別に2まる丸々なくてもいいんじゃないですかっていう今あるところの こっからここの50メートル、こっからここの200メートルで見せてあげたらそれでいいんじゃないですかっていう、えー、ことに対しては明確に答えず、いや、丸じゃないといけないんですと、えー。蓮舫さんに出てきて、どういうふうに、あの、事業仕分けをしてもらいましょうかね。えー、丸じゃなきゃいけないんですか。で、 えー、そのもう景色の話まで来たところで、もう泉さんが、あの、の顔が一瞬映りました。どんな顔やったかというと、こんな顔してました。はい。あの、テレビは大事です。テレビはあの さっきのお手柔らかには僕はいらん発言だったと思いますがこうやっていつ抜かれるか分かりませんからあるいは抜けよと抜くっていうのはカメラが見て抜いてそれをスイッチャーがこう押すっていうこういうことですねこうもうスイッチャーに思わずスイッチを押させてしまうそういう表情。 取得っていうこれはあの顔芸は大事ですから、まあ、泉さんにまだそこまで、えー、の芸は僕も教えきれてないんですけれど <laughs> またいずれ教える機会があれば教えさせていただきますけどそれはそうですわもうだって聞いてることに350億もかける必要あるんですかということに対して今言ったような話なんですで僕は2年後に答え合わせしてもいいと思ってるんですってすごい自信ですね えー、2年経ったらもうみんながこれは残してって言うであろうと思い始めたところなんですがもう信じてるんですねすごいですね <laughs> 最近出てきたアイディアかと思ったらもうもう2年後に答え合わせしてもいいと思ってるみんな残してくれって言ってるそれは簡単に作れますよね維新大好きでな人たちにアンケート取って3人ぐらいの人がこれは残してほしいっていうのを。 えー、フォントをでかいフォントで書いたらそりゃそうなりますわな <laughs> あの投票はやめとけって言ってましたねだって都構想が2回もこけてますからね投票されたらだってもう今,今そもそも3人に2人以上がいらんって言ってる万博ですよリングどころかで、うん、そんな的外れのことを言ったところで泉さん 確認したいんですけどとはい、えー、ついてた肘を外しましてえー、あのー、最近になってそのいやもともと解体して再利用するとお聞きしてたんですが急に残すっていう話が出てきましたねどっちにするのかはっきりした方がいいじゃないですかと今の段階でだってさっきの話だといや計画は解体して潰、えー、して っていう話になってるんですけどあのいやいや2年経ったら残すんじゃないかなという話になってきてるわけででしょ、うん、おかしいですよね。確認ですがと言って言いました。どっちなんですかと。なんかあのーま、川瀬直美さんたち その人たちが何も言えへんっていうのも気持ち悪いんですけど、この辺の,その芸術家さんたちの思いつきとかっていうようなことが、まあ、きっかけだったと思うんですけど、その人らになんでそんなに気ぃかなあかんのかなと、政治家として判断してそんなに高いのはやっぱりやめますって言えないんですかね、えー、今の計画は変わってませんと今、あのう変しました、吉村さん。今の計画は変わってまませんつまり 終わったら解体してリユースする売るんだと、まあ、どこが買うてくれるのか何ぼで買うてくれるのかその辺の計画は細かく知りませんが今計画は変わってませんと今残すなんてことは決めてるわけじゃありませんと残してほしいっていう声が上がってくるんじゃないかなと僕は思っててもう、うん、答え合わせしてもいいもうこれはもう俗な言い方したらかけてもええわ1000円かけようか 350億かけようか。みんなが残してくれって言う方に350億。と吉村さんが言いはんねんやったら <laughs>、かけてもらったらいいんですけどね <laughs>、ええ。かけてみようか。350億お前かけるって言うたなーって。みんなが残してほしいって言う,て言うたなーって。言えへんかったらお前が350億出せよここ。ここに編入して、あの、ふーとしーと、国と、みんなに返して。ええ せよってまあ言いたくなりますよね、うん、計画変わってないんで、ただ、あのでも、対応の時の、党の時はそうやったと、解体予定だったけども、必要ではないという声になったと、いやそれ市民参加するんですか、か投票は難しいというふうに言ってました、2800万人来るんですから、評価が出てくるんですと、こうすごい、すごいですね、もうなんか、霊能者ですよね、はい。 2800万人がうろうろしてとんでもいない空飛ぶ自動車に乗っている絵が目の前に見えてきます。あなたはその時のテープカットをするそして大歓声を大観衆を受けるその光景が見えてまいります。えー どこのいかさま市にそんな推奨占いをしてもらったんでしょうかうーんとで泉さん手あげました手あげて,いてもうさすがに我慢ならない手あげました国民の声を聞いたら全部作らなくてもいいと思いますよあのその まあ全く中止しろとか,なんかそんなこと言ってるんじゃなくて、今日の議論の中で言うと、350区もかける必要があるんですがコストの問題ですと、レガシーも意義も分かりますけど、うん、国民の声を聞くんだったら、全部作らないでもいいと思いますよ、木造建築の素晴らしさを伝えるんだったら、別にぐるっと回さなくても分かりますよ、違うモニュメントにするっていうのも、政治決断、政治家としての責任の取り方の一つじゃないですか。いや、360度でないと分かるのです。 だって円は360円でしたからね。1ドルね。いやいや、そのれじゃないです。360度ないといかんのです。その中に全ての海外パビリオンが入ります。あの、その海外パビリオンまだ一つも着工されてないんですけど、大丈夫ですか大丈,夫で大丈夫ですかまだ工事進んでないっていうのも、えー、360度の中に入ってるわけですね。困りますね。<laughs> 価値観の違う国々が。 ロシアは別にロ,シアはロシアの話はちょっとせんとてください、もうそこでいらんこと言わんとってくださいっていうまあロシアの話に入っちゃいましたけど、価値観が G7 といえどもそれぞれ違う、それが価値観は違うんだけど、一つになって360度のこの木造の輪の中に入るからいいんです。えー、そこで、吉村さんの右側に座ってた女の人が、あのー、それ12メートル、高さ必要なんですかね 1 2ー,ーから2 0ー,ーになってるのかなで幅が3 0メートルででまあそれが円周が2キロっていうことですね直径かける3 1 4が2キロですから、まあ、3.14はもっとずっと続きますんで正確な半径直径は細かい数字になると思いますがうんでそんなに必要ですかそれ 12メーターって言ってるやつ、6メーターにしたら火を減るんじゃないですか、なんぼ減るのか分かりませんけど、輪っかが大事なんですよね、上から見たら同じじゃないですか <laughs> って言われました。なるほど、なるほど。はい、もういい意見ですよね。えええー、本当に。はい、だと思います。 別に1 2ルいらないんじゃないですかと、6メートルでもいいんじゃないですかと、まあもう今それで作ってるところもありますけれども、うんえー、とデザインについてはですねって言って、いやだからデザイナーとか建築の現場の人は、まあそのこういうデザインでいくんだと、それを設計図に落とし込んで、その設計図の通りに資材を買って、 をを決めててそれをやってるわけですすかから変えたくないのは分かります、えー、しかしあなた方はいろいろと役人たちが変えたくないっていうところに無理やりって突っ込んで死を傷口に揉み込むような形して首にするやつは首にしてパソそ底に入れてほんでやってきた人たちでしょ、えー、変えようと思ったら変えられることは知ってるはずなんですけどそれはしないんですよ、えー いや、確かにま上から見たらそうかもしれませんけども、って。え、ね、え。いや、もうそう考えたら、そう考えたらですよ。木造でなくても、ペンキで丸書いたらどうですかっていう話ですよね。<laughs> そんなに上から見て、そんなに上から見て、円の中に、 会場が入っている必要があるんだったら。三百五十億円が三百五十万円ぐらいで。できる方法ですよね。いや三千五百万はかかりますか。まあまあ。でもまあこうさんのこの意見で。三百五十億の公費が三千五百万になるんだったら。もう僕ノーベル賞もらってもいいですよね。ね上から見て、丸でいいんやったら、ペンキでいいんじゃないですか。 でまあ、番組ではあの半分の6メーターでもいいんじゃないですか別にまあ何メーターっていうことじゃないんですけどちゃんとよく答えませんでした、はい、デザインがとか施工の問題がみたいなことでいやそれを決めるのが政治家じゃないですか政治家として責任者として知事として副会長としてそれをそういきましょうと何歩減るんか考えてみろとあるいは半分にするには3メーターにせなきゃあかんのか1メーターにせなきゃあかんのか 考えて答え出してこいっていうのが政治家の仕事じゃないですか。大切な税金を使っているので、費用節約,節約はやってるんですって言いました。どこにやってるのかが全然僕たちには見えてないんですけど、350億も実はあの使用を見直したって言ってるんですけど、それがどう見直して何本になったのか全然わからないんですが。で今回 えー、1850億から2350億に500億上がったんだけど実は150億下げるっていうことは決めてるんですって言ってたんですけど、まあ、僕の僕の記憶の中で言うとその150億っていうのは予備費の話なんで予備費で足りない恐れもあるものだと普通は思うのでまだ上がるっていう可能性の方が僕は高いと見てるんですが。 150億の予備費のことをもって、えー、経費節約をしようとして150億は下げるんですって下げるって言ったこの,この根拠は何なんですかって堀さんも全く聞かないんですけど堀さんそこはそのぐらい勉強してるはずですから残り時間も少なかったんでしょうけどそれ早く50億下げるってそれは一体どういうことですかって誰も聞かなかったですね。 パビリオンを見下ろすこ全部じゃないんだけど例外はあるそうなんですけど例外はあるそうなんですけどもパビリオンの高さは 20m ーーの円形のその上のところから見下ろせる高さにする例外はあるそうです全部とは言ってませんでしたそれやったら意味ないんやと思うんですけど全部見下ろせるんですと 上に上がったら、上に上がったら日よけにならないんですけど、<laughs> 木材の下にいるから日よけにも雨よけにもなるんですけど、上上がったら暑いと思いますけどね、でそこから見下ろせるんですって、全部。 すべての海外のパビリオンはその中に入ってて、高さも一部例外を除いて20メートルよりも下になっているから、まあ、勝負いい建物というふうに言えるかもしれませんけど、昔、ソ連館とかもっと高かったですからね、こんなんね、えーえー、あのー、それが、うん、見下ろせるからいいんだと。意味わかんないですね。上から目線が好きなんですかね。 見上げてもいいと思うんですけどその円でなければならない2キロなければならない2 0ー,ーなければならないその下にで見下ろせるから、えー、世界は一つなんだっていう理屈は全く意味がわからないんですけれど、えー、左が橋の女性が言いましたあの まだ始まってないとか終わってないからって言われますけど終わってからツケを払わなければならないのは私たちの世代なんで終わってからでは遅いんです今,今これで本当にいいのかということを立ち止まってもう一度考えて決めてもらわないとと私は思うんですがという質問に対して吉村さんはいやあの土地は大阪市のもんなんであの全然 <laughs> 全然紙やってないでしょ。 いや確かにさ大阪市の埋め立て地なんですよ。ゴミ捨てて、えー、で地盤沈下する場所ですよ。大阪市の土地なんですよ。でまあいや多分言いたかったのは大阪市の土地やから、えー、と決めるっていうことについてそのリングを残すかどうかっていうことだけの意味で多分捉えたんだと思いますが残すか残さないかそれは、えー、大阪市の土地なんで残すというふうに 府知事とか万博協会とかまあステークホルダーはいっぱいいるんですけど、えー、それはわからないので決められへんっていうことがまあ言いたいのは分かりますけど彼女が言ってるのは <laughs> そのリングのことだけじゃなくて大阪万博がどん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 金額も上がっていってみんながこんなに反対してるにもかかわらずそのままやりますと言って増額はすいませんと一応どうもすいませんでしたとは言ってるけれど そのまま進んでいいんですかとその付けを払うのは我々なんで今ここでもう一度立ち止まって政治決断しませんかという問いかけに対してこの土地は大阪市のもんなんでえ木材のリングを残すか残さへんかについてはいやだからそういう話じゃないでしょうとうーんまあ 今決めるというのは、それが政治家ですよと泉さんもさすがに言いましたですね。ええー。いやまあ、今のところ、撤去する、そしてリユースするというのが今の方針で、ただ、きっと、すごいレガシーとして必要だなという気持ちになるんじゃないかなと僕は思ってるんですっていうふうに吉村さんは言ってました。もうあくまでその言葉だけを言ってました。 泉さん今決める、今それをどうするか決める、それが政治家じゃないですか。意義はわかるとして、コストの問題です。今、国民生活ぎりぎりです。税金も上がっていく、物価も上がっていく、そんな中で、このリングに350億円かけるっていうのがどうなんですかというコストの問題のことを言ってるんですと。 あとで反省してありましたが、この輪っかのことばっかりになってしまったと、まあ、短い時間の中でね、堀さんの仕切りも悪かったですから、あーなんですが、コストの問題ですと、まあ、そこでフリップがようやく出てきて、2018年、1250億で見積もってたのが、2020年に1850億になって、それは熱中症対策っていうことだったと、もうこ,こ,もここもこけてしまいますけどね、そして先日、2350億という数字が出てきました。 で、またいらん、そのサイエンス、ミラブルですね、えー、サイエンスという会社の,あのシャワーヘッドで汚れが取れるっていうやつ。でただ汚れ、体の汚れが取れるだけじゃなくて、AI が、えー、心までリラックスさせてくれる音とか映像を出してくれるっていう、もう,もう,もう,もう完全に。 えー、テレビショッピングみたいな感じですね、はい私、昨日 ABC テレビでテレビショッピングに出してもらいました、こうこの、この遠近両用じゃなくてこ、この度数がこう、無段階でなっている、このメガネはいいですねっていうのを、裏の裏まで、浦川アナウンサーとのところでリポートさせていただきました。はい ものを売るためにいろんな映像を作らなあかんそこに出演させてもらっておりますからよくわかりますサイエンスのそれも素晴らしいんでしょうがあの今日の短い時間の中にあのリポートはいらなかったと思いますたとええー、撮影をして編集していてもこんなもんぶっ飛ばして泉と吉村にもっと喋らせろって言って僕がプロデューサーならディレクターに怒鳴ってたと思いますええー、もう ラジアンって言って、もう、はい、あのインカムを僕がもう取り上げて、ボタンを押して、VTR <laughs> 飛ばせって言って、スタジオでもっと喋ろうって、えー、あの言ってたと思います。最後、結局、泉さんは、お金を大切にと書きました。フリップにお金を大切に。レガシーがあっても、国民負担が増えるということを、そのままやるべきではないというふうに言いました。 吉村さんはまあお金が上がるということには申し訳ないと言いつつ泉さんはコストのことばっかり言い張りますと効果があるんですと2800万人来て2兆3000億から8000億というものがあって未来をつくっていくためのものなんですいや分かりますわかそらもうそのことはもう重々我々は分かっているでもそこにこんだけお金をかけるということがお金をかけるというお金の問題とそして 国民の生活、国民に対しての国や自治体のメッセージですね。えー、無駄なものは使わずに、無駄なものは使う、もし、もしこれが2兆3000億が、もし350億でやらないことによって、1兆5000億にもしたとえなったとしても、でも大事なのは皆さんの生活ですと、皆さんの日々の生活、これがちゃんとなければ、万博の 示す未来も絵に描いた餅ですし大事なのはあなたたち一人一人なんですっていうメッセージこそが政治家の決断ではないのかという僕は問いかけだったと思うんですね泉さんの。それに対して一回決まったことなんだからだからで値段も上がってるんだからしゃあない何を言ってるんだっていうふうに、まあ、僕には聞こえる吉村、えー、橋本松井 彼らの言っていることはそのように聞こえますね。うん。これが今日の mx テレビの内容と、そしてここ数日、橋本さんと泉さんの司法収集制度機との間で、えー、交わされていた。不毛な話。 のままとめでございますそもそもが不毛だったので、ちゃんとまとまってなかったかもしれませんが、それは全て私の和芸の至らぬところでございまして、まあ、判断は皆さんがされたらいいかと思います。ツイッターを見ますと、お二人の、えー、やり取りが残っておりますし、そして MX テレビのアプリを導入いたしますと、全国、大阪でも見ることができましたので、まあ、だんだん見ててイライラしますけどね。えー さっきも言いましたがあのミラブルの部分はいらなかったと思いますし、えー、堀さんはなぜか吉村さんに忖度をしてしまっていてせっかくせっかくの素材遠くの素材があったにもかかわらず。 350億のところ、もう,そのもう経緯も別に、まあ、初めて知る人ではないんで、もうほんまフリップ一枚でよかったと思うんですが、そこも時間の無駄だったと思いますし、あとのお二人の女性は、には申し訳ないんですけれど、今回は出演、ご遠慮いただいて、えー、二人に喋らせたらよかったんじゃないかなというふうに思いましたけれども、まあ、それは一視聴者としての、えー、元アナウンサーの苦言で。 ございましたやっぱりなんかおかしいなとあの吉村さんらの言うてることがおかしいなという印象はもうやっぱり否めないですよねえー、以上「昼、え、間、ー、チェック」でございましたではこの後打ち合わせが前にありますので、えー、このスタジオを閉めましてアンテリジャンへ行きまして、えー、打ち合わせに行ってまいりますではまた明日でございます 突然の配信にもかかわらずごご視聴いいたた。だきままししてありがとうございました木原事件も何か動きがあるという情報をリスナーさんから教えていただきまして世田谷警察署に呼ばれてるっていう話を聞いておりますこのあたりも新しいことが分かりましたらどんなタイミングでも皆さんにすぐにお知らせすることをお誓い申し上げますでは失礼します